ね、ちょっと買い物に行きます。買い物って言っても山田電機に行くんですけど、ちょっとね、隣町の山田電機に行きます。まあ、なんか雨降ってきたかな。最近雨がね、こう突然降ってくるんで、まあ、最近じゃないですけど、ずっと前からですけど、突然降ってくるんで、こう車を洗浄してもすぐ雨で汚れちゃうってことはありますね。コーティングした方がいいな、ちゃんと。よいしょっと。ちょっと今日はね、大通りじゃなくて街中で行こうかなと思ってます。混むかもしれないんですけど、平日。誰よりも長くなってきて、誰よりもでもないけども、割と家族の中だと母親にもう近づいてるレベル。はいはい、ではそんなこんなで到着しました。すごい量の、商品というか箱が駐車場にいっぱいあって、で、ね、僕以外にも何台も車が入ってって、そこ あの店員さんに「すいません、今日やってないんですよ」みたいな、でこう返されてましたね。なんか僕はちょっと変な感じしたんで、なんで行列できてんだろうと思って、でやけに駐車場スカスカで、ああ空いてんだと思って行ったら、まさかやってないっつう。調べしなかったのが悪いんですけど、電気屋に下調べしていくか、電気屋今日やってるかなっつって行くから、言ってたってしょうがないですから、この近くにあるケーズ電気にちょっと来たんですけど、まあ、ただ僕の探してる、やべ、なんか変なライトしちゃった。僕の探してるものはないかな。だからみんなこのケーズ電気に来てんじゃないの、その山田電気ダメだった組が。じゃあ、ケーズ電機行ってきますわ。はい、というわけでケーズ電機でこと足りてしまいました。よかった。ここのね、この汚れ中なのかな、この内側なのかちょっとよくわかんないですけど、取れないです。はい、というわけで、まあなんとかなっちゃいました。急ぎのようでもなんでもなかったんで、いいっちゃいいんですけど、どうでしょう。
ちゃえばすごいやる気になるんですけど、家出るまでがね、重たい腰が上がんないんですよ。で、今日も、まあいいや、今日は行こうと。